主よ。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。私にはできぬ。まだ野放しにはできぬ。セキロよ、お主愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。修羅に落ちる前に切ってやろう。
再び修羅を。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえあの一心に勝るとは。せがれじゃの。これで全て我が手の中よ。アシナもナイフ殿もこの国ごと食ろうてくれるわ。我武士有根在だ。お前が…死ぬな。
兵士、民草合わせて死者数千、生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。